合歩公園の絵はがき、青森県立図書館デジタルアーカイブより、合歩公園は、青森県青森市中心部から東部に位置する、青森市立の都市公園で、青森湾に面している。園内には、青森市営野球場がある。公園内には、石川拓木の下避、宗形志向の言葉を刻んだ、記念の石碑も建てられている。工藤拓南寺の石踏みもある。 青森県民駅伝競争大会の1区と2区の中継地点でもある。積雪期は青森市アルクスキーコースが開設され、用具の無料貸し出しも行っている。毎年春には青森市西部の野際公園とともに青森春祭りが行われている。2005年の開催期間は4月29日から5月8日までで合計で約20万人の人で出会った。 砂浜は夏に一般に開放され、多くの海水浴客で賑わっている。昔は自然に公園周辺に美しい砂浜が続いていたが、戦後になると周辺の水質を抱くや利用客の増加などのためか、砂浜にはだんだんと泥が溜まるようになっていった。砂浜の保全のため、過去2度にわたり海岸環境整備事業を実施しているが、砂浜が保全されているのは、 公園の部分の、それも海岸に近い部分のみに限定されている。2005年の遊泳期間は7月22日から8月23日であった。樹齢460年以上と言われる、傘型の黒松で、市文化財として天然記念物に指定されている。現在の公園敷地の中央部に位置し、公園を東西に貫く歩道の脇にある。歴代の広前藩主が、 地方巡検の際にこの松の下で主演を催し、半主自ら酒を献上したと言われている。1991年の台風19号により、大枝を損傷し切除したため、かつてに比べると容姿は損なわれているとも言われるが、今なお公園を代表する老い松であることに変わりはない。青森市の都市公園東欧日報1954年12月10日、図記事。 合歩公園返還機能米軍と返還調印よりありがとうございます。